アナプラの大場です今回はサプライチェーン業務の中の PSI についてアナプランのデモをご紹介いたします。本デモは以前あるお客様、製造業のお客様において実際の POC、検証において作成したものをデモ化したものになります。日本の製造業のお客様にいて類似の業務多数あろうかと思いますけれども、典型的な PSI のシナリオでこんなふうに使えるというところをご紹介いたします。 デモのストーリーとしましては、まず反射メニューのところから、各反射がですね、製品の需要計画を作り、それから PSI 表を参照しながら、本社への発注数量を決めていくというところからスタートします。で、本社は各拠点から集まってきた需要情報をサマリーをし、工場が設定している生産キャパシティを見ながら、どの製品をどの工場で生産するのかというアロケーションを行っていきます。 でここまでは月次の計画になりますけれども、その後、工場の方に進みまして、えー、月次の計画を終時、ないしはえ日時に落とし込んでいくというプロセスをご紹介いたします。はい、まず最初に、反射需要見込み入力というボタンを押すと、これ、反射の方が触るメニューになりますけれども、えー、ここで、反射の方、それぞれご自身のご担当の拠点、例えば、カナダの拠点を選んで、えー、製品別にまあ向こう半年の計画を入力していくという、そういう画面になっています。 で製品別の入力ですけれども、こちらに得意先が選択できるようになっていまして、各得意先別に需要情報を入力していくことができるという、そういった画面になっています。はい、でこのスクレッドシートとチャートは連動していまして、例えば、えー、これの数字を変えると、隣にない社、下のチャートが連動して動いていくというような、こんな仕組みになっています。はい、画面が小さい場合はまあ大きくして作業することもできるようになっています。 で、このようにまあ反射がそれぞれ製品ごとに需要計画を入力をしていきまして、で、次に、えー、反射の PSI 表を参照します。これはあの、今の先ほど選択したカナダの3という製品シリーズについての PSI 表を見ています。で、この S の顧客需要在庫っていうところが、あ顧客需要というところが先ほど反射需要を見込みで入力した値の集計値。 で、えー、この反射在庫っていうところが、まあ、反射の在庫を示しているわけですけれども、えー、安全在庫基準を下回ると、まあ、赤の、まあ、近い場合は、えー、黄色になりますけれども、まあ、色でこうアラートを表示してくれる仕組みになっています。で今現在、1月、2月、3月は、まあ、若干在庫少ないものの在庫がありますが、4月以降在庫がマイナスになってしまいますので、えー、本社への発注数,数量を増やすということで、ここでまあ数字を調整をしていくということを行います。 で各製品について PSI 表を見ながら工場への依頼ですね、本社への依頼ですね、これをまあ設定をしていきます。でこれはまあ各拠点の方々がこういう作業を行っていくと、それらのデータがリアルタイムに集計されて、で次の本社のプロセスに進みます。はいえー、とこれは本社のビューになりますけれども、各拠点から集まってきた需要情報を集計したものがこちらの数字になっています。 で、隣に工場のキャパシティをサマリーした表がありまして、別に工場でまあキャパシティを設定するという画面があるんですけども、これはまあ実際工場側の設定になりますが、各工場でどの製品をどんだけ生産できるかっていうまあキャパシティを設定してあります。でそれに基づいて、本社側では、例えば3月の 3S01 っていう数字について見ていただくと、ニミアザがもう75%で割といっぱいになっているところがわかります。まあ、逆に、 え仙台はまだ余裕があるということが分かりますので、例えばえ仙台の割合を増やしてえ、宮崎の割合を減らすだとかっていうことをまあ調整していきますで。今回のこのデモシナリオでは、えーまあ、動作が分かりやすくご説明するために手で入力する仕組みになっておりますけれども、こういったアロケーション比率については、まあ、何らかの制約条件であったり、ルールを設定しておくことで、まあ、自,動化し自動計算をしておいて、後から手で補正をかけるといったような、そんな、えー、仕組みを作ることも可能になっています。 でこのようにして、本社側でアロケーション比率を各工場に対して設定をして、工場側での生産数量を決めるという、そんなプロセスになります。はい。で、ここまでがまあ月次の世界になりますけれども、今度これが工場に参りまして、えー、月次の計画を終次ないしは、日別に落とし込んでいきます。はい、例えば、先ほどからご紹介しているこの 3S01 という製品について、今これは仙台の工場を見ていますけれども、3月の数字が1800になっています。 でこの1800を週次に振り分けるということで、ここも先ほどお話した通り、ルールがあれば自動化できますが、今回は手で入力するようになっていますけれども、例えば毎週20%ずつ均等に生産すると、各週の生産数量が掛け算して求められます。で2月の第1週ですね、360個っていうものに対して、今後の工場ごとに稼働日のカレンダーなんかをセッ,トセットすることもできますけれども、また日別のアロケーション数量を決めて、 このようにして、比別の切算数量ができるというような、こんなプロセスを、あ,あお客さんではえ検証したというものになります。非常に簡単ではありますけれども、反射から需要見込み、それから PSI 表を見ながらの発注数量を計画をし、本社でアロケーションを行って、工場で日程計画をするというプロセスをご紹介をいたしました。はい、次に、簡単な省量展開についてのデモイメージをご紹介をしたいと思います。 このボム登録画面というところで先ほどご紹介していたいくつかの繊維に対してこのボムを設定することができるようになっています。例えば今 3S01 っていう繊維についてはパーツ1番2番っていうのがあってそれぞれ所要量とリードタイムがこう決まっています。でまあ、仮にここに新たなパーツを追加したい場合一つ繊維に部品を追加しますよってことでマスター登録を行います。 はい、で例えば、えー、パーツ003というのを新規に使えますと。えー、所要量は、えー、2です。でリードタイムは2日ですと。必要であれば何かコメントを打っていただいて、あと、ドキュメントのリンクなんかを、えー、貼ることもできるようになっています。はい、でこれで今、この状態ですと、えー、パーツ、えー、3S01 についてはパーツ1、2、3という3つの部品が、えー、を使用するということを設定をしました。 はい。で、えっ、ー、と、部材所容量計画のところに行きますと、例えば、二月、3月1日に 3S01 っていうのを72台製造しますってことになっています。で、先ほど登録したパーツ3を見ていただくと、えー、先ほどのこのパーツ3っていうのは所容量がふ、えー、2つになっていますので、かつリードタイムが2日になっています。従、まあ、って、えー、この3月1日から遡ること2日前の、 2月27日ですね。ここに、え、所要炉、えー、少量が2なので、本体の72に2をかけて144個必要ですよとで。ちなみにこれ在庫がありませんのでマイナスになってますね。というような、え、リードタイムと少量計算をするというサンプルがこの画面になっています、はい。このようにまあ、あの PSI のストーリーとして今ご紹介させていただきました。